はい、どうも、パンピーです。なんかね、またね、コロナがね、少しずつね、解除されたんだけど、また増え始まってるようですね。で、パンピーなりに、なんで増えてるのか考えてみた。まずね、九州とかね、あっちの方、しばらくね、ゼロだったんですよ。ゼロだったのにもかかわらず、23日間ゼロだったんですよ。23日間ゼロだったのに、ここ最近ね、あちらこちらでぽつりぽつりとね、なんか増え始まってしまったようです。なんで増えたのかね、ちょっとね、パンピーなりに考えてみました。まずは、宣言が解除されて、感染者の人が、九州の方に行ってしまったっていうのが一つ。で、もう一つ、やっぱりね、解除されて人と人がね、こう会うようになりますよね。そうすると、今まで症状は出てないっていうね、感染してない人がいたとしましょう。で、次の人に移します。こう感染してないってわからないまま、感染してるっていうことがわからないまま移します。で、この人も症状が出ない。この人も症状が出なくて、1週間後ぐらいにまた別な人がいます。で、この人にまた感染させますね、こう会ったことで。で、この人が今度またね、1週間ぐらい症状が出なかった、たまたまそういう人がいます。この人感染してるけど症状出てないです。で、この人もまたね、このおじいちゃんとかとパッパッとやね、ずっと大丈夫だからって話して移してしまいます。そうするとこの人ね、おじいちゃんは症状がね出ます。で、症状が出ると、このおじいちゃんは病院に行ってね、検査してもらってコロナだっていうことになってしまう。これをもし繰り返すとするとね、ゼロの期間が2週間あったとしてもダメなんですよね。もうそれだけでも3週間経ってからでもコロナはね、感染してしまうということに、ね、なってしまうんですね。これはね、ちょっとね、厄介ですね。もう2週間で治る、やっぱね、あれだね、完全隔離しかもうこれをね、打破する方法はね、ないです。この人が誰にも会わない、コロナだって分かってて、症状出てない人も、こっちの人も症状出てない、この症状出てない人から症状出てない人にこう移るのを防ぐには、もうこの人が症状出てないけど完全隔離で2週間ね過ごすしかない。で、自分の免疫力でなんとかね、体内のコロナをやっつけてくれるしかもう方法はないんですね。こうなるともう80%とかじゃなくてもう100%、例えば俺がね、1日誰にも、親にも会わず、友達にも当然会わず、病院とかにも行かず、スーパーにも買いにも行かず、家でね、断食してるぐらいしかね、断食して、断食っていうか、自粛生活ね、するしかね、もう方法はね、ちょっとね、ないと思いますね。これで2週間をクリアしないと、コロナがね、完全に世界から消えるってことはね、ないようです。ちょっとね、かなりハードル高いですわね。これでね、ずるずる長い感じでやってんだったら、それで2週間やっちゃった方がいいのかなとか思ったり、思ってなかったりします。というわけでね、ちょっと暗い話がね、ちょっと多かったんで、ちょっとね、ここで一息つきましょう。ちょっとね、マジックをね、披露してみたいと思います。じゃあね、今回用意するのはね、こちらでございます。このね、ハンカチーフ。じゃあこのハンカチーフを使ってちょっとね、マジックをやってみたいと思います。こっちもね、何もないです。こっちも何もないです。じゃあね、このハンカチーフをこう手の中にね、入れますね。まだ入ってますね。キュッ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 って言えます。じゃらら、ワン、ツー、スリー、じゃらららら、じゃらららららら、来ましたね。で、ちょっと開けてみましょう。じゃらららら、じゃらら。はい、どうも。
一般人のマジックショーでした。また会いましょう。バイバイ。